Всем привет. Коничива. Коничива. Минна коничива. Сегодня я поставил язык трансляции японский, поэтому если вдруг зайдет кто-то из Японии, то мне придется говорить на японском. Но если кто-то зайдет из России и что-то напишет по-русски, я с удовольствием отвечу по-русски. Итак, мы начинаем, мы продолжаем Нир Автомата. Нир Автомата вот сузукетеймасне. Сузукетеру тоюка, хотондо хаджиматтеру даке. Хаджимари. Ясне.2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。これが苦手。この上からの目線、目線というか。おお、行ったでしょ。これが苦手。今回できた。というかもう一回できたけど、着陸したし、そしてゲームが、ゲームのエラーができる。了解。頑張ってくださいね。ちょっと何も保存とかなかった。これはもうやってて、みんねーやめんああ、そうだったっけ。というか、もう一回同じことをやってみようかと思ってるんですけど、またエラが出るかどうかはちょっと興味深いですね。それともあれはただ偶然だったか。
も何もないね。何もないかというと、というか何もないかというあるでしょ、いい景色がある。で、私が前回行ったのはあのはしごというか、あのエレベーターの穴一番下に行きましたけど、そこでエラーが出て、なんか怖い、もう一回やってみるのが怖いんですけど、やばい。何もないね。階段というかはしごとこの階段しかない。じゃあこの階段で行こう。とりあえず。ちょっと見づらいね。暗くて。また何もない。あ、聞こえる。敵が。何もない。何もいいことないよ。またし。さらに下に行こう。何もない。もっと下に行けるんじゃない？てかもう外、バカなんじゃない？何してるの？何してる？外に行けるんですけど。ちゃんとこの建物の中で操作というか、もしかして何かこんなの、このようなものがあるか探したいと思いますね。おう、おう、敵だ。まだじゃない、バカじゃない。何してんの、恥ずかしい。敵かな。ちょっと最初は様子見よう。もしかして敵じゃないか。
そし何もしてないよ特にもっと下に行ける。それまた QS なんという彼、あ QS でしょ、彼のせいです。結構高いビルですね。もうちょうどここ、いやもっと下に行けるんですけど、もう人なんていうフロア地下階、かな、行ってみた方がいいかな。地下1階に、やっぱりなんだ、ダメ。いるか、いるかよ、タネ。武器とかくれよ。こっちはいけない、ね、こっちは。じゃあ、あとはちょっと バルコニーというか、バルコニーっぽいこの2階の屋上がありますけど、行ってみようか。時間の無駄かもしれない。窓はないじゃん。3階かな。バカじゃない。ここのこと、ここは何にもないですね。本当に何もないです。から飛び降りていいかな。
お、動物。おお、危ないかかな。ちょっとわかんない。これは？おお、やっぱ危ないね。目的はどこかな。目的は何なんですか。二つ。こっち？こっちは？ちょっと最初はこっち、あっち行こう。情報によるとこの付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。予測。ちょっと待って。勝ったでしょ、前のセーブで。多分それはあのエラーが出た時だった。勝ったよ、あのちっちゃいリカブリすら。クイックセーブ。インボックス。クイックセーブしようじゃ。した。ね。したよね。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。じゃあ何が分かったかな。どこがビール、どこが何とか。こっちもなんかあるね。行きたいな。こっちもなんかあるな。おお。でもちょっとだけ。こっちもあるね。いっぱいあるんじゃない。このポイント、何のポイントそれ。とりあえずセービングパッシブル。普通にセーブできるでしょ。ほとんど見えない、あれ。なんかほとんど見えないね。
じゃあセーブできたなら行ってみようか。あれあっち目的地に。あいな、結構大きいこの場所。あっちまで飛べるかな。でも何もない。お、人間。Resistance camp。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。ひどい。カメラひどいね。まずは物を盗む。これはリーダーに見えないんですけど、リーダーは多分これ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。 OK。すごいな、なんかすぐ 2D になっちゃった。 3D から。目的は Gain intel from the resistance members。 あっち情報探ってみたいなね。
いらっしゃい、いらっしゃい。新しいお客様によろしく、よろしくというか嬉しいなみたいな、新しいお客様。あ、なんか売ってんのって。おお全部自分の手で、なんかいろんな、なんか敵の遺体から作ったよ、いろんな部品から、敵の。それで、あれ、ビジネス。なんか買うのみたいな。いや、これはお店ね。これ、とりあえず、これ、買おうじゃん。あ、4つ。え？かな、いるかな、いらないかな、これ。これはいらないね。ロボットが使えるプラギン、まあプラギン、わかんない日本語でなんというか、売ってるのって聞かれたら、いや売ってないよ、こんなもの見つけられないから。でも見つけてくれたら私作れるよみたいな。私持ってない？それ。
持ってないみたいですね。いろんな情報を教えてくれる生き物って武器。ここで保存できますね。とりあえず。
じゃあ。2つのところがありますね。行ってみようかな。白いエリア、ああこのエリアか。ここのエリアで保存できるとか、ここのエリアで保存できる。でも例えばここでは保存できないね。Wi-Fi が届かないから。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター 6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。じゃあ釣りはどうやって釣りできるの？できない？なんか釣りって書いてあったんじゃない？おお、綺麗。難しいかな、あっち。というか、どうやって入ればいい？こっち入れるかな？あ、入れる。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。結構いろんなものを置いてあるね。敵もいる、いる。敵も。まあ一人だとそんなに難しくない。でもあっちは二人いるね。
ゃいけない。こっちはなんか多分ちょっとあっち歩いたらアクセスポイントがあるだろう。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、そうですね、人類退避後植物の巨大化現象を確認。ふーん、でっかいイノシシとかいたりして。うお、やばい。当該地帯の敵による通信妨害。そう。なんかホットキーがないかな、なんかそれ使うには。じゃあこっちでもう今からセーブできますね。それは悪くないね。とりあえず。でもどうやって戻れるかな。ちょっと戻れないかな、もう。やばい、ちょっと戻れないかも。おう、もういろんなことを取ったからいいんじゃない。また敵。どこ行ったらいいかもう忘れた。ああ、
私なんと、なんと押した？やばい。そっか、このやり方か。どこ行ったらいいか、もうちょっと完全にあの分からなくなった。 あっち行けばもうあの最初のポイントに行けるかな、からね。一番最初の。結局じゃあ部品が必要ですね。あとはなんか1個が足りないみたいです。まだ足りないか。Broken key。動物別に触らなくていいでしょ。あ、これかな。あ、それよし。これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。はい。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞、彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はーい。セーブ。わかんない、もう信用できないこのゲーム。もう一回エラーが出て、やっとこれを保存できなくて。
じゃあもう一回あっち行こう。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。これで十分かな。おお、またなんかやれるんじゃない私。よかった。私は友達を守るためにこれやってるからね。そして時々不思議に思ってる。もしかして私の武器は、ただ友達を、私の武器のせいで友達がもっと早く死ぬなんじゃない？まあ、気にしないで。なんかちょっとしたらまた来てね。私は新しい武器用意するから。オッケー。おお、見つけたじゃん。よかった、素晴らしい。じゃあ私あなたのために、あなたたちのために新しいものを、まあ、作れるようになるから。でもちょっとしたら自分の足なんかちょっとしたら使ってちょっと使って自分の足も修理すればって。いや別に。なんで本当のことを言ってくれてないの？私の左足がもうずれてる、ずれてるというか壊れてるよ。そしてちょっとよくわかんない。戦争の時に全てのなんか自分の身体を、体を何回も100回ももう修理したことある。もう数えきれないぐらいいろんなこと買いました。でもこの足は、この足、左足だけ触ったことないよ。
そしてこれもなんかいろんな風に修理したらどうなると思う？私はもう自分じゃなくなるんじゃない？もうこの足もなんかロボット的なものになるならね。とりあえずこれは私の問題だからあんまり気にしないで。ちょっと時間経ったら新しいものを作れるよ。だから来て。First errand。やった。じゃあこれもまあちょっと後で終わって。それ以外に別にないね。結構大きいじゃん、なんかその。超大きい。このマップ。大きい。まあ。もうちょっと後でこのところから続きましょうね。ああ。見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。